全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第23節、ヴェルディ対シエロ。残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半13分、ヴェルディ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。右に叩きます。いった、津波、ゴール。これは俗に言うごっさんゴールでした。前半14分、ヴェルディ1点を先制しています。止められない、パス、ラモス、津波、柱谷、津波、ゴール、ゴール、ゴール。芸術的なゴールでした。北沢、ここからどう展開するのか。ボールを柱谷、このボールを受けました。ロン、彼もいいドリブルを持っていますね。フェイントをうまく使っていますよ。自分で持ち込んでシュート、ゴール。前半38分、シエロ、大量点を奪われてしまっています。フェイント、武田、インターセプト。一方的なペースで試合を進めました。前半の攻防はどうだったでしょう。そうですね、1点ずつ確実に決めていくしかないでしょうね。早い時間に点を取って試合の流れを変えたいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。奇跡の逆転劇は起きるのか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半ロスタイムに入ります。ヴェルディ、もう負けることは考えられません。ラモス、積極的に前に出ていきます。かろうじてパスが通ったという感じですね。武田、誰も止めることができません。キーパー止めた、小田、ゴール前に立ちはだかります。本田、 PK です。いった、飛び込んできた、クリア。ペレイラ、周りの状況がよく見えています。試合終了の笛が鳴りました。3対0、ヴェルディ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。そうですね、ディフェンスが全く通用しませんでしたね。これはかなりショックだと思いますよ。立て直しに時間がかかるかもしれませんね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第24節、ジェフ対シエロ、雲がかかっています今日の試合。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半26分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。リバム、一人で持ち込みます。ここでボールを取られました。ジョー、周りの状況がよく見えています。現在のところ得点はありません。さて、膠着した試合になっていますが、どう見られますか？決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半戦始まったところ、ジェフ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。オブダ、倒された。全員で協力して守ることが全くできていませんよ。これでは勝った。穂坂、必死に守ります。後藤、止まらない、まだ止まらない。これはジョー、ゴール、ゴール、ゴール。後半14分、シエロ、1点のリードを許しています。かろうじてパスが通ったという感じですね。ロングパス、エジリ、ショートパス、穂坂、ここでフェイント、このパスが通った。エジリ、センタリング、ストイコビッチ、ホンダ、ヘディング、あーっと外してしまった。下川、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ジョー、面白い位置からのフリーキックです。さあ、ここは守らなくてはいけません。蹴った、外してしまいました。これは決めなくてはいけません。もったいないことをしました。後半27分、ジェフ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ショートパス、マスロバル、バシリエビッチ、このボールを受けました。マナカ、ここで攻撃のリズムを変えます。バシリエビッチ、うまくつないだ。ジョー、ボールを運びます。いった、穂坂、カットしました。試合終了の笛が鳴りました。1対0、ジェフ、見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。
こんばんは。 J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第25節、シエロ対サンフレッチェ。月も雲の中に姿を隠しています。今日の試合、今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないとさすがに追いつけなくなってしまいますよ。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦の序盤、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。エジリ、ストイコビッチ、これはここには誰もいません。ややディフェンスが手薄になっていました。現在のところ得点はありません。前半の攻防はどうだったでしょう。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半12分、サンフレッチェサイドに広がります。ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。ここでフェイント、パス、ロジュンユ、フェイント、ロングパス、固まっ、どうだ、ハシェック、これはクリアします。リバム、思いっきりのいいプレーでした。後半14分、サンフレッチェ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ファンルー、どうだ、小島、クリア、リバム、よく反応しました。後半37分、シエロ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。オブダ、フェイントをかけます、通りました、右に叩きます、ストイコビッチ、シュート、ゴールネットを揺らしました。前からちょっと反応が遅れました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。1対0、シエロ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第26節、レッズ対シエロ、非常にいい天気に恵まれました。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。試合開始早々、レッズ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。パス、ライン、ショートパス、田口、攻め込むチャンスを伺います。堀、広瀬、うまくつないだ。広瀬、シュート、そのままシュート、ゴール、ゴールに叩き込んだ。福田、面白い位置からのフリーキックです。ゴール前に壁を作ります。蹴った、外してしまった。もったいないことをしました。前半37分、レッズ、ここからどう展開するのか。ロングパス、右サイド、堀、倒された。思い切ってシュート、このシュートはキーパーの真正面。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか。まだまだ時間はたっぷり残っていますから、前半戦のことはあまり考えず、自分たちのサッカーに徹すれば逆転は十分可能ですよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。いよいよ後半45分のキックオフです。後半戦始まったところ、レッズ、この辺りで追加点が欲しいところです。ロングパス、堀、これはナイスセーブ。片木、さあペナルティーキックです。いった、飛び込んできた、クリア。チョウキジェ、周りの状況がよく見えています。試合終了の笛が鳴りました。1対0、レッズ、この試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか。現在の順位などを考えたら、もうほとんど優勝の望みはないですよ。しかし最後まで勝つ意欲だけは見せてほしいですね。
全国の J リーグファンの皆さんこんばんは。ファーストステージ第27節、シエロ対レイソル、月も雲の中に姿を隠しています。今日の試合、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないとさすがに追いつけなくなってしまいますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半戦始まったところ、レイソルサイドに広がります。まだまだ上位を狙えるクラブとは言えませんね。各選手の大幅な成長が望まれますよ。下平、きれいに。もう少し戦術を理解する努力が必要ですね。タイミング的に合わない部分が目立ちますよ。前半14分、シエロ、早くも1点を追う展開を強いられました。穂坂、イバム、フェイント、ロングパス、ジョルジーニョ、ドリブル。ちょっと彼はまだ戦術に噛み合っている。パンチング、オーバー、スライディングタックル、ホンダ、ショートパス、オブダ、ゴールゲーム。シエロ、とうとう同点に追いついています。ホンダ、さあペナルティーキックです。蹴った、ここに選手が詰める、クリア。ネルシーニョ、思いっきりのいいプレーでした。前半24分、レイソル、前半開始早々得点奪い合い、激しい試合展開になってまいりました。他の選手が上がるのを待ちます。加藤、隙を突くことができない。江尻、これは止めました。前半37分、シエロ、現在のところ同点で試合は進行しています。菅野、危ないプレーだぞ。やはりイエローカードが出されました。両クラブ全くの互角の戦いをしています。さて前半の試合展開をどう見られますか。両クラブそれぞれの持ち味を出したいい試合をしていると思いますよ。後半戦も前半同様面白い試合を見せてほしいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。一体どういった展開になるのでしょうか。さあ後半45分のスタートです。後半戦始まったところ、レイソル、同点のまま試合が流れていきます。澤田、オーバー、ここでフェイント、ロングパス、柱谷、バックパス、ジョルジーニョ、抜かれてしまった。柱谷、一気に攻め上がります。ロングパス、素晴らしいコンビネーション。下平、強烈なシュート、エクセレントビューティフルゴール。後半もすでに25分を経過しました。レイソル、サイドに広がります。オーバー、ここでフェイント、立てます、柱谷、フェイントをかけます。どうしても今の中盤ですと速い攻めで一気に崩すか。中を見てあげた、菅野、惜しい、外れた。穂坂、このボールを奪いました。
からのフリーキックを得ました。選手がゴール前に一列に並んで壁になります。菅野蹴った、小田パンチング、いい読みをしています。後半38分、シエロサイドに広がります。高木、先ほどから試合に入っています。試合終了の笛が鳴りました。1-2、レイソル見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？現在の順位などを考えたら、もうほとんど優勝の望みはないですよ。しかし最後まで勝つ意欲だけは見せてほしいですね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第28節、アーペ対シエロ。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半戦始まったところ、アーペ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ゴール前、佐々木、ゴール、前半14分、アーペ1点を先制しています。この人は本当に精神的に強いですね。常にね、上げた、佐々木いった、ゴール、前半6分、アーペ早くも2点を奪い、かなり余裕のある展開を見せています。パスを出します、左に叩きます、大本ドリブル、保坂、佐々木、ここでフェイント、一人で持ち込みます、大本、
佐々木、上野、シュート、豪快に決めた。佐々木、ここからどう展開するのか。ボールを澤田、このボールを受けました。澤田、大本、上げた、上野、そのままシュート、ゴールネットに突き刺さった。一方的なペースで試合を進めました。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか。そうですね、1点ずつ確実に決めていくしかないでしょうね。早い時間に点を取って試合の流れを変えたいですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半戦の序盤、アーペ、大量リードを奪っています。田口、攻め込むチャンスを伺います。決して悪いフォワード陣ではないんですけど、綺麗にボールがつながります。佐々木、外れてしまいました、残念。小田、なんとか守りきりました。後半戦始まったところ、アーペ、大量リードで選手に余裕がうかがえます。やはりイエローカードが出されました。後半13分、シエロ、大量点を奪われてしまっています。少し体力的にきつくなり、これはどうだ、ストイコビッチ、これは大きく外れました。エソノ、ややディフェンスが手薄になっていました。上野、フリーキックです。ゴール前に壁を作ります。蹴りました、ジャンピングボレー、森崎、これは痛いミスです。小田、かろうじてこのピンチを乗り切りました。後半もすでに25分を経過しました。シエロ、チャンスになります。エジリ、シュート、このシュートはゴールマウスを取れました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。4対0、アーペ、見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。現在の順位などを考えたら、もうほとんど優勝の望みはないですよ。しかし最後まで勝つ意欲だけは見せてほしいですね。
こんばんは。 J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第29節、シエロ対ベルマーレ。上空は星が夜空に輝いています。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないとさすがに追いつけなくなってしまいますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半12分、ベルマーレ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ベッチーニョ、うまくつないだ。ロングパス、アウミール。誰にパスを出すのか。飛び込んできた。ゴール、ゴール、ゴール。エジソン、見事に決めました。野口、ここからどう展開するのか。ボールを、アウミール、このボールを受けました。ナツカ、このボールを受けました。アウミール、アイコンタクトだ。まもなく前半25分を経過しようというところ。ベルマーレ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。奈良橋、素晴らしいコンビネーション。一人で持ち込みます。パス、エジソン、奈良橋、田坂、シュート、ゴールネットに突き刺さった。的なペースで試合を進めました。さてこの前半の展開を振り返ってどうでしょうか。前半は大きなビハインドを背負ってしまいましたね。こんな展開は試合前には予想していませんでしたよ。追いつくのはかなり厳しいですが諦めてはいけませんよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半開始早々、ベルマーレ大量リードで選手に余裕がうかがえます。ロングパス、ソリマチ、高木、危ないプレーだぞ。イエローカードが出されました。試合終了の笛が鳴りました。0対3、ベルマーレ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。現在の順位などを考えたらもうほとんど優勝の望みはないですよ。しかし最後まで勝つ意欲だけは見せてほしいですね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第30節、ジュビロ対シエロ。天気は雲が青空を隠しています。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半14分、ジュビロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ナナミ、うまくつないだ。守備面の弱さをどう解消していくかがこのクラブの大きな鍵。いった、パンチングで弾いた。穂坂、ここでボールを外に出しました。前半26分、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ここでフェイント、抜きました。綺麗にボールがつながります。あーと外してしまった。レイド、ややディフェンスが手薄になっていました。現在のところ得点はありません。大きな動きもなく前半が終わりましたが、振り返ってみてどうでしょうか。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半12分、ジュビロ。両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。このパスが通った。かろうじてパスが通ったという感じですね。うまくつないだ。シュート、エクセレント、ビューティフルゴール。小田、読みが外れたか。後半14分、シエロ。1点を追うゲーム展開です。鈴木、倒された。エジリ、ボールを運びます。エジリ、小倉、蹴った。鈴木、これはクリアします。三浦、この位置ではちょっと角度が厳しいか。ゴール前に壁を作ります。思い切り打ちました。どうだ、穂坂、外れてしまいました。残念、もったいないことをしました。試合終了の笛が鳴りました。1対0、ジュビロ、この試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか。現在の順位などを考えたら、もうほとんど優勝の望みはないですよ。しかし最後まで勝つ意欲だけは見せてほしいですね。